加藤佐都6月20日昭和57年7月27日は日本の映画監督、脚本家、競馬解説者である。本名は加藤善太郎。1907年6月20日、神奈川県横浜市に加藤善太郎として生まれる。歌舞伎俳優から映画俳優に転身した市川浅太郎は6歳年上の兄である。旧西高等工業学校の関西。 工学専修学校を中退、劇作家を志望しつつ、記者となった。1934年6月に公開された、島津安次郎監督の映画、隣の八重ちゃんを見て、映画監督に志望を変更、同年、新興キネマの新興キネマ京都渦政、撮影所女監督部に入社した。1935年公開の伊丹万作監督の映画、忠義売り出すに、兄、 市川浅太郎が主演に抜擢され、同作に助監督として付き、野口明に指示して、同監督の1936年公開作、大尉の娘等の助監督を務めた。1941年6月22日に、公開された映画、城を守る少年の脚本を書き、監督としてデビューした。翌百四十二年二月に、第二次世界大戦戦に伴う、 戦時統制により、同社は大都映が、日活の制作部門と合併し、大日本映画制作となり、かとは大英の所属となる。戦後、大英京都撮影所に所属し、1947年、ドキュメンタリー映画、ピラミッドの街を、監督。翌1948年には、池部良、日高住子主演の劇映画、絶対愛してを監督した。 1954年に公開されたイリエ、入江カ子主演のホラー映画、海病岡崎騒動を撮って以来、化け猫もの時代劇を多く撮った。1956年に撮った、ネズミ小僧忍び込み控え、等、長谷川和夫主演作品では、同社の配給収入に多大に貢献した。1959年、長谷川を主演に、タイでのロケーション撮影を観光した、大作。 山田長政王者の件は工業的に失敗した。1963年公開の条件サブロー、主演作、階段を二尾の沼以降、映画を監督する機会を得ず、1965年に同社を退社した。退社後はフリーランスでテレビ映画を監督し、1966年テレビ映画マグマ大使の準備段階で、 演技者の素顔を露出したマグマ大使が登場する第1話のパイロットフィルムを演出したが、東京は僕のせいに合わないと言い残して京都に帰ってしまった。同作については土屋圭之助が急遽監督し、マスクタイプのマグマ大使の映像に差し替えて第1話を完成させた。1970年代には近畿放送の競馬中継で解説者を務めた。 1982年7月27日、京都府京都市の病院で脳出血のため死去した、万75歳を打つ、数岡詰あり、開病53次特筆以外は、大英京都撮影所制作、大英配給詳細は、カテゴリー、加藤里氏の監督映画を参照。ありがとうございます。